ありがとうございました。いやー気持ちよいになってきた。そしたら次の店へ行く。ここで初めて来てたけど、すごく狭いなので誰が来るかと思ってたけどさ、いろんな海外の人たちとかいっぱい来るし、店長もすごくかっこよくて、いろんな話もしてたよね。男の話とかめっちゃ楽しかったです。次の店はどういう雰囲気で飲めるかわかんないんだけど、行ってみましょう。めっちゃちっちゃいじゃん、ここも。これ何？カフェ、テイスティング、ホールディングガイ。ほんとちっちゃいじゃん。ちょっとだけ言ってきたけど、はい、じゃあこれどうですか？今回もお酒で、はい、はい、はい、じゃあお次、男ですいません。すいません。はい、はい、どうぞ。はい、いただきます。はい、乾杯しましょう。はじめまして。こんにちは。こんにちは。こんばんはだね。こんにちはじゃないね。ちょっと待ってね。おいしい。初孫。飲みやすい。ここ初めて私来ました。ゴールデン街？新宿の裏の。ああ、ここ。この道大好きなんですね。あ、今日初めて来て。今日、今まで通ったことないですか？ないんです。ここね、だから全部で300店舗。こんなちっこいのが300弱ぐらい店あります、はい、うーん、そうだからなんか1日1店行っても1年かかる、うん、僕はいつも六本木の方が多いんですから、はいはい、ここまではあんまり来たことないんですけど、だってこんななんか長屋みたいな、昔住んでたんですよこの町、だからその向こうの正面とかは、はい、なんかここ2階じゃないですか、うん、2階昔人が住んでたんですって、何十年前でも今はみんな2階も店になってっから、3階に住んでる人、3階にまだ住んでる人、あ、3階まで、まだ住んでるんですか？3階あるんですけど、住んでる人何人かいますよ。日本人ですか？日本人で、日本人の人がほとんどだよね、うん、珍しいぐらい日本人しかいない町ですよ。え、皆さんは韓国行ったことあります？あります。あります？はい、僕もあります。うん、結構、まあこの前仕事で会ったこの前、うん、いやもうすごい8年ぐらい8年前に取材で、映画君はペット、君はペットペットの時に、はい、取材する時に、そう、それで会ったことある、はい、ちょうどたまたま行って、運命、デスティニーですよね。結構それをね、再会を祝して、そうそうそう、なんか開けて、え、なんですか？シャンパンとワインだったらどっちがいいですか？ワインの方が好きです。ああ、じゃあワイン飲む？はい。ワイン開けちゃおう。ワイン開けちゃおうか。わあ、嬉しい。はい、じゃあ開けて。はい。はい、あれ開けるやつください。開けるやつ、はいはい。大体でもこの町あれですよ。お客さんの一人はどっかの店のやってる人。うん、みんな回って回って回って。うん、確かに。はしご酒。はしご酒ね。なんかワインぐらいじゃなくて。あ、行っちゃった。今まで見た日本人の中で一番強いぞ。そうそうそう。ね、この人本当、女の中では、いや、酔わなきゃいい人。本当酔ったらクズみたいな人。この間道倒れてましたもん、酔っ払って。結婚したんですか？はい、結婚ですか。まあいろいろ人生いろいろありまして、はい。はい、子供大きいですよ。あ、3人、あ、そうなんですか。一番上が3人ですか。すごい。一番上が29歳で。一番下が20歳じゃん。だってもう50過ぎてますから。へえー、だからおばさん言ったじゃないですか。あ、おじさんに言われたくないけど。あ、そうですそうですね。で, すね。でもみんなには僕のことはすごく若いじゃないですか。まだ30歳になるんですけど。あ、じゃあ娘と同じです。あ、そうなんですね。娘は娘もう30歳んだって男としてどんどん結婚の問題とかそういうことが現実になる、うん、時間だと思いますよね、うん、でいろんな悩みとかいっぱいあるんですけど、うん、
まあ、これからどういう人生を作るかと考えすぎるなんですよ、うん、まだ大丈夫ですよ、30年まだ、ほら、男じゃ55歳だと分かんないから俺、ま、もうすぐ還暦になろうとしてるけど分かんないまだ私はお父さんが60年生ですけど、60歳60年生1960年、60年あ、じゃあ同い年、あ、そうなんですか、カツオちゃんパパお母さんパパですね、お母さんはお母さんも同じ、あ、お母さんも同じか、そうそうそう、じゃあ私は、うん、娘が同い年、あ、そうそうそう、あ、だからじじとパパしかいない、乾杯しましょう、乾杯しましょう、乾杯、今日は楽しい時間、韓国では乾杯って何て言うの、コンベ、コンベ、コンベ、中国語では乾杯、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 いただきます。僕は韓国語はね、あれしかわかんない、カムサウニだとカム、カニサ、カニハムサラダ、それは言わないでしょ、カムサムニダを、カムサムニダをカニハムサラダって言うとカニハムサムニダ、似てる、似てる、カニハムサラダって言うとなんか、あとね、カカジュスヨだけ知ってる、カカジュスヨ、安くんにお願いします私はよくなんか酔っ払うと言われる、ケンチャラン、ケンチャランって言われる、ケンチャラン、大丈夫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 、そうそうそう、ベロベロになって、なんかそう、あと計算っていうんだけ知ってる、何計算、計算、お会計の時、だからカカジュスヨ計算みたいな、うん、で最後一歩よって言えば全部韓国が進む、うん、一歩よ、一歩よ、かわいい、そうそう、かわいい、安くしてお会計って3個だけ、3個だけ、あとそう、カカジ、カムサムニダだよって。最近も韓国行きますか？最近は行って、去年行きましたね、仕事で、仕事で、でも美味しいですよね、安いし。美味しいですよね。食べ物、市場に行って、アワビとか選んで、はい、こう切ってもらって、はい、バーンっていうのを食べるのがすごいな。生のタコとか食いません？生のタコ。タコ。タコ。ああ。動ける。動いてる。動いてる。いいタコだ。え、かな？このブルブルみたいな。そうなんですね。辛いタレつけて食べるやつでしょ。あ、そう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 。ごま油とか、あ、そうそう、ごま油に塩を入れて。あ、そう。だからなんか韓国行った時に、なんかごま油に塩を入れて、サムギョプサル。ああ、サムギョプサル。そう、でも不思議なの、焼肉って韓国の人あんま食べなくないですか。豚食べません。豚の方が多いんですよね。そう、だ日本だと焼肉牛じゃないですか。牛、牛ですよね。韓国行ったらなんかほとんどみんなすぐサムギョプサル。ああ、そう。安いから。安いのかな。牛より豚の方がもともと安いんだし、うん、食べやすいんだし。あ、だからね。はい。で、サムギョプサルと、うん、焼酎はすげえ運命的な合うこと、うん、そういうイメージがありますよ。焼酎ではサムギョプサルというイメージ、うん、飲んだことあります？はい、ありますか？ありますよ、はい、どうでしたか？割と好きです。韓国のビールあんまり好きじゃないですけど。そうなんですね。なんか薄い、私は OB だけ、え、OB とか、 OB カスビール、カスビールと、ハイト、すごい飲みやすいから、ハイトよく売ってましたね。あ、そうですか。エクセージュ、エクセージュってあります？エクセージュ、ワインみたいな、100歳もちろん、 あります。あれなんかよく飲まされました。ペクセージ。人参で作ったワインみたいな、なんか。ありますよ。基本的に韓国人って、うん、お酒が強いイメージがあるんじゃないですか。あります、あります。はいはい、強い。ストレートで飲んでる。そうなんですよね。水割りの文化が全然ないんですよ。あ、はい、そうなん。全てロックですよ、うん。ロックでみんなでストレートで行くんだし。女の人も強いですか？強い。強いよ。それはキムチパワーだと思います。ニンニクパワー。ニンニクパワー。そうか、キムチ、じゃあキムチを通しにしときゃ酔わない。酔わないのってこと？私大丈夫かしら。はいはい。で、それは韓国の方は、うん、誰かとお酒飲むと全然負けない、うん、負けたくないという気持ちがありますよ。僕の方がもっと強いという気持ちがあるので。はい、日本の人は負けてもいいから帰りたい確かにですよね。そうそう、はい、もういいから許してみたいな、うん、逆にワインとかシャンパンとかってどうなんですか？まあ、最近若い人たちはクラブ行きばかりなんで、うんうんうん、男のとしてはシャンパンとかいっぱい飲むんだけど、うんうん、僕はあんまりワインは飲まないんですよね、うんうん、韓国では、うんうん、日本に来るとワインいっぱい飲むんだけど、うん、はい、
もう韓国にないワインを探すこととか。はいはい。で、毎晩飲むんですか？毎晩飲むんです。毎晩飲んで。お酒大好き。お酒大好き。はい。まあ、店長もそうじゃないですか。はい、まあ、毎晩飲みます。マスターも自分がお酒好きなんで。そう、もう飲みたくないという時ありますよ。ああ、そうなんですか。ないですか？全然ないよ。二日酔いじゃないの？二日酔いってないの？二日酔いの時、ビールを飲みます。それ向かい酒言うでしょ、日本だ。でも、飲むと、あの、二日酔いがなくなっちゃうんですよ。脳にもう一瞬衝撃を与えて、はい、感じて、はい、なんかあの、焼酎にビール、はい、爆弾酒 あれがすごかったな。それなホッピーみたいな、なんか違う、ポンとかこうやってガって飲むんだけど、焼酎とビール、まあ、だからそれで車椅子で運ばれて帰るっていうね。あ、そうなの。腰が抜けちゃうから。やだな、やだな。え、でも酔ったことないんですか？酔ったこといっぱいありますよ。昨日も死んじゃったんですよ。完全死んじゃった。死んじゃった。はい、でも酔う変わんないんでしょ。酔って、まあ、あんまり顔とか可愛い変わらない。可愛い変わらないですけど、一瞬でパーンって寝ちゃう。酔うと眠くなる。眠くなる。人殴ったりとかしない。全然。本当なんですか。